で顔面から少し出血をしています。そして健太が狙う、健太が狙う、このまま攻め立てる、内藤危ない、うお落としていった、バレンティアですね、カウンターで、カウンターのバレンティアをここで開けてきました。さあ逆転の内藤哲也、ホーム広島で見舞う自らの運命を手繰り寄せるデスティーノー、カバーに行けるか、さあカウントはどうか、3つ入った、 まだ厳しい状況ですが諦めず、そしてやっちゃろうやの精神で最後まで頑張りたいと思います。ワールドナウ、いやー、 G1 広島大会初日、はい、すんげー試合の目白押しでした。いやー、お疲れ様でした。いやー、お疲れ様でした。本当に見る方も疲れる、はい、体力使いますよ。あの公式戦の数がね減ったとは言っても全然それにね、あの劣らない濃度がありますからね。いや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 、すごいです。今日のメイン、はい、内藤哲也選手対健太選手、はい、いろいろ因縁のある2人でした、はい、いかがでしたか。いやー、しかも あれだけ因縁のね深い2人が負けたら脱落っていうサバイバルの状況で行われるんで、これはすごい試合になるだろうなと思ったんですけど、はい、本当に最後の最後までお互い主力を尽くすような試合になりましたね。そうですね、心折れないよね、はい、2人ね。いやー、やっぱりその健太選手もね出せる部分っていうのは全部出したと思うんですよ、はい、最後本当奥の手のねコーナーに叩きつけての丸め込みも出しましたし、あとゴートゥースリープだけ決まればっていうところだったんですけれども、内藤選手がね意地を見せたなと。いやー、すごい、あれだけ心っていうか精神力が持つものかなって。ホームのこういう力ってのもあったのかもしれないですね、内藤選手がね、みんなの後押しですよね、はい、はい、いやー、本当にメインイベント素晴らしい試合でしたけど、僕はね、はい、セミファイナル。もうライガーさん、ライガーさんずーっと今日言ってんだわ。ライガーさん A ブロックに心奪われすぎじゃないですか。いやいやいや、ジョナー選手とねランス・アーチャー選手もうね、プロレス誰が見ても分かる、はい、ルールが分かんなくても3カウント入ってギブアップしたら負ける、その2つだけ知ってれば本当に楽しめるよ、誰でも。若い人は分かんないですけど、ブラウン管のプロレスですよね、もうね、なんかね。今の人、ブラウン管分かんないと思うけど、はい、でもね、そういうプロレスよ、はい、もう投げて、はい、叩きつけて、振り回して、でかい選手たち同士が、しかもなんか2メーター超えと160キロ、はい、いや、本当に久々にね、プロレスのなんていうんだろう。本当に真の面白さ、醍醐味ね、醍醐味ね、感じました。やっぱりこのジョナ選手が負け、今日はジョナ選手負けてしまいましたけれども、はい、愛媛でのジェフコブ戦と大阪での内藤、あ、岡田戦と、はいはい、今回のランス戦でなんかこう完全に覚醒してしまった怪物感が。ジョナ選手 MVP だよ。いや、もう俺はそう思うで、もうライガーさんがでジョナ選手を見てる時はもう童心に変えられてますもんね、完全に。いやいやいや、もう解説忘れてるもん、はい、プロレスファンになっちゃう、キャッキャって言ってます。まあそんな熱い、はい、熱い G1 ですけども、はい、点数的にはそうですね、今日かなり実はサバイバルレースがあって、うん、脱落してしまった選手たちがね多くいるんですけど、先ほど述べた C ブロックでいうと、まあ、内藤選手に負けてしまった健太選手が3敗目で脱落が決まりました。で B ブロックなんですけど、今日2試合あってですね、真田選手は2敗を守ったんですけれども、勝ち点状況的にはあの脱落が決定しまったという感じですね。さらに玉選手に負けてしまった、太一選手が、脱落が決まってしまいました。これ2敗でもう脱落だのって思われるかもしれないですけれども、ジェイ・ホワイト選手が開幕4連勝を飾ってしまってて、もう残り2試合しかないんですよね、うん、で残り2試合しかない中でタマトンガ選手との試合が残っているので、タマトンガ選手、ジェイ・ホワイト選手が負けること、2敗する中の条件にタマトンガ選手の勝利が含まれてしまうんですよ、うん、そうなった場合、もしもですね2敗、全員2敗で並んだ時にタマトンガ選手が真田選手にも太一選手にもジェイ選手にも勝つことになってしまうので、タマ選手に負けてしまってる真田選手、太一選手はもうこのまま残り全勝しても脱落になってしまう。直接対決がいろいろそういうからくりあるね、はい、そうなんですよ、怖え。なのでタマ選手1敗は喫してますけれども、ジェイ選手との公式戦を残している点、そして真田選手にも太一選手にも勝っている点という
点ではですね、かなり B ブロックでは、優位な状況になってます。複雑だなぁ。ただまあもちろんね、 J 選手はこのまま全勝でいっちゃうっていう可能性も全然ありますよね。全然あるんで、これまあ B ブロック最後までマッチレースが続くのか、それとも、J 選手独走してしまうのか、どちらかですね。いやまあ混沌としておりますが、はい、A ブロックと、ね、B ブロックはかなり混戦が続いてますね。まあまだまだね、はい、熱い戦い、明日もこの広島サンプラザホールで、はい、8.10 ですね、はい、2日目の広島大会メインイベントは棚橋選手と後藤選手、はい、うわこれも今日ちょっと試合中かなりバチバチと意識しちゃってましたけどね。もう一回もタッチワークしなかったですね、あの二人最後まで。あ、そうか、はい、うわ岡田選手が一番大人だった。まあやってましたね。いやでもまあ当然ね、明日の対戦というのはお互い意識してるでしょうし。そうですね、はい、今年の明日も今日に負けないぐらいの熱い試合が繰り広げられると思います、はい、まあ、皆さん G1 いよいよ折り返ししましたし、はい、熱い戦い、選手、そしてこの日本列島を覆っておりますが、明日の広島サンプラザホールズ、8月10日すさまじい試合になると思いますので、ぜひ会場の方に遊びに来ていただければと思います。テレビの方も見てください。よろしくお願いします。まあじゃあ、はい、最後岡本君、締めてみます。締めるんですか。そう頑張れ、それでは、最後までね、G1 クライマックス、お楽しみになって、この夏もね、堪能していただければと思います。これきついっすね、締めるの。では、また明日、10日広島大会でお会いしましょう。さよなら、さよなら。G1 最高。